はシャブ業の神里様と共に離反した刀工たちを追っていた時のことであった。あの時神里様が負われた傷は脱走者によるものではない。実を言えばあれは夜のことであった。手がかりを頼りに岸辺までたどり着いたものの、刀工の姿はなく、ただ一人の歌舞伎者がそこにいた。歌舞伎者は拙者をずっと待っていたと話した。そして自らだとも申した。その者の実力は到底常人がかなうものではなく、周囲の間に同行した全ての者の負が倒されてしまった。神里様も重傷を負われたが、拙者の方はというと、攻撃が傘に当たったために死を免れた。歌舞伎者がもう一振りしていれば拙者の命を奪えたであろう。ところが奴は拙者の顔を見ると攻撃をやめ、おごそかな声で拙者と庭の関係について問いただした。拙者はそれが父の旧姓であり、父が失踪した後拙者が楓原の養子になったことを告げた。歌舞伎者はそれを聞いて口をつぐんだ。長い沈黙の後いわく、彼女に告げよ、我が名は国崩しであると。そんなことが